よ吹け吹け光よ走れ父の形見のペンダント稲妻とどろく変身の時をタイガータイガー地球の危機を救うため明日に向かって突き進め鉄人タイガータイガーセブンエンジン恐怖の大反乱サハラ砂漠の奥地を目指して滝川博士が率いる日本の探検隊が進んでいく。彼らは14,000年前砂漠の底へ閉じ込められたと伝えられるムーゲン人の墓場を探しているのだ。先生、岩の壁です。緑なる水に映える岩の壁、その上がりに地獄の墓。滝川探検隊、音狙います。はい、こちら滝川探検隊ゴーです。父をお願いします。ゴー君です。何の用だ父さん。早く用件を言え。父さん、サタンヘレへ行っちゃダメだ。あそこは文字通り悪魔の地獄、一度踏み込んだらそれっきり戻れないと言われてるんだ。死ににくいようなもんです。うるさい、お前はオートバイに乗っていればいいんだ。父さん、日本やアルジェの新聞が父さんたちのことを何て書いてあるか知ってるんですか。七貝博士、砂漠に蜃気楼を追う。父さん、俺ここで降りるよ。よせ、死にに行くようなもんだ。あそこに親父がいるんだ、降りるよ俺。バカなやつだ。東京に知らせるんだ。はい。はい、こちら滝谷考古学研究所です。ちんちゃん、発見したよ、地獄の墓。本当？先生。秋山君、本当に地獄の墓なのか。間違いないと思います。第二次探検隊は我々がピラミッドを探検し、聖堂の扉を発見するまで待機するようにとのことです。わかった。
早く聖堂の扉を見つけてくれ。その時は飛んでるぞ。了解。滝川先生の執念が実を結んだんだ。するってえと、ルーゲン人ってのはやっぱりいたのかな。聖堂の扉が発見されれば何もかもはっきりする。何か恐ろしいような気がするわ。おい、イズミ、お待ちしていくぞ。お前もすぐ来い。おう。よく聞いてくれ。この一帯には得体の知れない怪物が生息している。私の推測が正しければそれは無限人と考えられる。無限人。これから先ピラミッドを探検するのは異常な危険を覚悟せねばなるまい。だから諸君に強制はしない。帰りたい者はすぐ帰ってもいい。ムー帝国の大王、暗黒の支配者よ、お目覚めください。人間どもは我らが神殿を暴かん者とすぐそこまで来ております。砂原人砂恨みはすでに憎悪の爪を人間どもに向けました。我らムー一族が14000年の呪いを込めて人間どもに復讐を果たす時が来たのです。地底の大王、我らが神よ、お目覚めください。そして我らに悪魔の牙と心をお与えください。14000年前に滅びたといわれるムー帝国の支配者ムー大帝は脳髄だけで生きて、その念力でムー原人を支配していた。ムー大帝がお目覚めになった。ムー大帝はお目覚めになった。我らムー一族の復讐の時は来たのだ。今ぞ立て、火山の主マグマ原人。川の主ハンギョ原人。石油の主オイル原人。電気の主エレキ原人。墓場の主ミイラ原人。馬の主カッパ原人。そして砂漠の主砂原人。我らの墓場を暴かんとする者は倒せ。我らの帝国を太陽のもとにさらす者は殺せ。僕んだ。
来るなと言ったのに。死なせたくない。私のたった一人の息子だ。ゴー！そうだ。人工心臓 SP を使え。今ならまだ間に合う。あれはミラの蘇生用機材ですよ。早くしろ。はい。滝川博士は一人息子ゴーの命がよみがえることをひたすら祈った。父さん、大丈夫か。助けてくれたんだね。ありがとう父さん。俺を言うなら神様に言え。お前の命は天が授けたものだ。父さん、まだ安静が必要だ。先生、地獄の間が見つかりました。あ、ゴーさん。もう大丈夫です。奇跡ですね。聞いたか、ゴー。ついに1万4000年の謎を解く時が来たんだ。これはタイガーセブンのお守りだ。タイガーセブン、古代エジプトに伝わる正義の鉄人だ。危険が迫ったり勇気が必要な時にこのペンダントをこうすると災難から逃れると言われてるんだ。じゃあ行ってくるよ。タイガーセブン。先生。先生、これが地獄の間か。これを見てください。間違いない。やってみよう。はっ。聖堂の扉だ。さあ、開けろ。はい。
間どもは我ら一族を地底へ封じ込めた。だが我らは1万4千年もの間復讐の一念で生き続けたのだ。人間どもを恨み憎め、そしてまず手始めにこやつらを血祭りにあげるのだ。やめろ、何するんだ。ゴーユオーヌー父さん、ヌあヌやれ、わーはい、ヌあヌマゲンジン、カエンジン、これより直ちに日本へ行け。日本には我らの秘密を知る滝川考古学研究所のメンバーがいる。秘密を守るために全員殺せ。滝川探検隊、応答願います。滝川探検隊、応答願います。ピラミッドの中を探検してるんじゃねえかな。それで応答できないんだよ。いや、いくら忙しいからといって定時連絡を忘れるはずはない。何かが起こったんだ。きっと無限人が生きてたんじゃないかな。それで襲われたんだよ。ジロ、バカなこと言わないで。だって姉ちゃん、ミイラが蘇ることだってあるじゃないか。考えられることだ。我々もすぐ現地へ飛ぼう。はい、はい、あ、地震だ。おい、ジロ、大丈夫。飛行機が飛んだ。震源地のない大地震が東京の至る所で起こった。マグマ原人の仕業である。そして大きなうねりが滝川考古学研究所を目指していることに誰も気がつかなかった。みんな気をつけろ。カイト、紹介した。貴様、何者だ。ジロ君と逃げなさい。ストーンバーン。
の敵を倒すまで明日に向かって突き進め、人タイガータイガーセブン。ファイトグロー。ファイトグローブとはタイガーセブンのとどめの一撃である。おーい、おーい、タキガー探検隊のメンバーは全員ムーゲン人に惨殺されました。え、父さん、あなたは僕にタイガーセブンの命をくださいました。これからは命ある限りムー一族と戦い、父さんの敵をきっと討ちます。どうか見ていてください。タイガーファでミイラが蘇った。それはムー一族の人類への復讐の第一歩だった。しかしこの事実を信じる者は誰一人いない。タイガーセブンに変身したタキガーゴーはムー帝国を暴かん者と再び砂漠へ飛ぶ。一方ギル大使に操られたミイラ原人は銃を取りに高井戸博士らを襲った。次回鉄人タイガーセブンをお楽しみに。Oh!